こんにちはエクスプロイにゃー今回もまたまた来 <laughs> ちゃいました大石誠選手ですお願いします全日本プロレスに在籍中に高木さんからそのゲストコーチの話が来たじゃないですか、うん、あれってどんな心境だったんですかでそれからまあ移籍までいろいろあったと思うんですけど どういう心持ちというか気持ちだったのかなっていうのは<ー>すごく気にはなってまあ,あのデニオンもねあの社長やっててで次取締役やってでもうそれから外れて他の人が若手も教えることになって、まあ、俺は、ね、もう役も一つ終わ,終わったかなっていう感じあった時にちょうど高木さんからコーチの話もらったからまだあの必要としてもらえるんだと思ってぜひぜひやらせてくださいっていう感じだったかね。 ちょうどその時にあの WWE の話を聞きました、はい、コーチの話もあれも同じタイミングでした、まあ、本当コロナの直前、ね、直前だねだからツイッター上で何かやってて、はい、俺は小川さんのあのプロフスが素晴らしいからちょうどそのサイバーファイトグループにノアがいるから、はい、小川さんのプロフスを教えてもらってどうですかっていう、はい、あれを高木さんにやって っていうとこまでだったのかなぁツイッターでやってたんですかツイッターでツイッターでやってた知らなかったツイッターでやってたそうか秋山さんとフォローしてないからそれが流れて来なかったツイッターでやってたのそれを <laughs> でその後に俺が <laughs> <laughs> WWE のゲストコーチの話が来てそれがまあコロナなんだかんだで亡くなってで高木さんが話もらった感じなのかなは DDT、まあ、言ったらインディー団体からうん、うん 頑張って上に両国、うん、国技館、うん、武道館でやるようになって、うんうん、とはいえ、やっぱり根っこはインディ、うんうん、で、そこにコーチとして来る全日本ノアでやってた人がどんな気持ちだったんですかそんな…いや、別になんともないね、俺はあ必要としてもらえるんだったら、ぜひぜひ,ぜひみたいな感じ別にその団体の大きさっていうか歴史とかそういうのあまり気にならなかったんですか俺あんまりなんないね、えー 俺そんなレスラーにもメジャーとまあ私ねメジャーって言われるところずっと来たけどそややってないとやっててなないいしね <laughs> しょべえやつはしょっぱいしさだけどまあ出ていこうと思うきっかけやっぱ竹下くんとか遠藤くんの,の対戦があったからかもわかんないね当時は俺はもう遠藤くんのわよりも竹下くの方が俺の中ではズソンとってたのよ。 いいろいろできんんじゃんと思って全然普通のねセンスというかさのこんなできるんだこの子と思ってだからそれ,それが頭にあったから竹下くんま,またあ,あそこのあんな子がいるんだったらちょっと行って面白いなっていうのは、まあ、それはあったそれは確かに。うん 教えてみたいみみたたいい教えてみたいですそ,その下の子たちはどういうな,なってんのかなとかさ周りの子としてで来て遠藤君のこの子こんな変わったんだと思ったねああそう最初に対戦した時って最初対戦した時あんまり印象なかったけど来た時のこの子こんな変わったんだって思うああ,あっ変わるんだなってその最初ゲストコーチから大したに 移籍時も,もうスムーズというか、うん、秋山さんの中ではもう,もうそうだよなみたいな、うん、も俺はに入ろうってそこはだからあんまりそのインディーだどうのことないのよ自分のそのやりたいやりがいっていうだけが一番きて別にただその DDT っていう名前を上げてあげたいなって思ったね。それは 当時全日本がノアに移った時のあもちろん DDT の歴史ももうね25年前からあれだけどでももう一段ガンと上にちょっと上げたいなっていうのはあったの、ね、DDT を竹下遠藤あの辺のプロレスをもうちょっとグッと上げて DDT にはこんなレス,このこのレスリングもあるんだよっていうのを行ってちょっとやりたいなっていうのもあったね入ってやりたいなっていうのもあったね。 だからちょうど入ってたまたまねその年遠藤君がプロ野球大賞で技能賞を取って、はい、で今年は竹爾君が関東賞関関東賞関東賞主君関東賞君ね取ってよかったなと思ってなんか俺は何もやってないけどなんか来て彼らが頑張ったからかった, <laughs> ただみんなの見,見える位置に俺と比較対象できるっていうのがあは,いはいはい、あ秋山とあそこまでっていうのはあ,あると思うんだよね。 それはだからまあ良かかったなとその秋山さんが DO 優勝した時に言ったじゃないですかブルース界に3人のチャンピオン認められたっつって IWGPGHKOD 本当はあの時セコンドで聞いてて泣きそうになったんですよ今言って泣きそうになってるんですけどあれのまああといやどうすトパ決めたんだろうって おっしゃってたんですけど、気持ちがあったのかなっていうか。いやいや。まあ実際あの時、単純にあの時、そのもちろん反感もあるよ。それはでも単純にあの時はもうそうだったからね。本当にそこんとついてて。でもね、やっあの言葉で言うのってさ、賛否両論あるけどさ、大切だと思うよ。それやっぱり自分で言葉で出してと。 なんかだんだん変わってくるからさやっぱり KO ってみんなねインディーだぞって言うじゃない。いやまあインディーでいいんだったら別にいいと思うんだけどだけどやっぱりインディーって俺たちインディーなんだからとかさあのインディー大将とかさもう正直やめてほしいいぐらいだった <laughs> <laughs> まあまあでもあれはあれでそのいいんだけどだけどなんかメジャーをいこうぜって言ってるんだったらやっぱりメジャーを細胞からメジャーにしないといけないと思う。うん、インディっって自分で言ったらなんか 言葉に出して言うとなんかか全部,この全部そ,うそうなっちゃう,うような気がするんだよね。メジャーってなんか思ってもらいたいし思うことでなんか自分たちと体の,この細胞から俺らは違うんだっていうのをさでこの前ゼウスがさ大阪プロレスのあ,の,あの時にさ、うん、僕らゼウスメジャーですって言ったけどいやわこいあゼウスお前、まあ、偉いって思ったもん,ん,、うん。やっぱトップの人間がやっぱり俺たちはメジャー目指すっていうかさメジャーってなった時にさ やっぱ下の人間よしって思ってほしいし自分たちもそうだと思ってもうそれに向けてやってもらいたいしやっぱりあれはよかったなと思うねうん俺たちはインディーなんだって思った時点で多分そこでもう止まっちゃうと思うんだよねだから高木さんも常ね業界ナンバーワンっていううん業界でもね業界ナンバーワンにしようと思ったら有料界ナンバーワンのするあれが必要だからね でそれを感じて選手もよっしゃここまでやってくれるん俺らもよっしゃ頑張ろうっていうそのね相乗効果というかさそれでねでまあ選手から選手でいやここまでやってんだからっていうのを見て見せてで会社がいやいや選手もそこまでやってね俺もやっぱり頑張らないとっていうさそれもねお互いにあれしないといけないですね。秋元さんの言葉って 嘘はないんですよね。私ね、あのいろんなことを嘘つくんですけど、嘘つきですけど、う,うまい嘘。嘘つく。コメントに。試合後のコメントとか、こういう、あのー、なんでしょう。 オリーブイの時とか何しゃべったらいいのかなとか何しゃべったらいいですかねとか自分の中の何かを演じてるんですけど嘘はないいんですよ、はい、聞いてると私はね演じれないんですよあのプロレスってこんなもんだっていうあのプロレスはもともとそんなめちゃめちゃ好きじゃ、はい、でなかったでしょプロレスラーってこんな感じっていうのは俺の中にないのよ、はい、例えばあのヒールのやつが「うん、おらお前こんなあらおえっていうのがわからないだからもう俺,俺しかないのよ、はい 自分の感覚で喋ってるその時もしかしたら試合で腹立ったら腹立ってるまま言っちゃうし <laughs> 言っし良、ね、か,かったら良いいように、ね、言うし包み隠さず言っちゃうから余計なことも言っちゃう時もね <laughs> あったしねなんか竹下に境遇が似てるっておっしゃるじゃないですかでも僕上野とすごい似てるなと思ってて、うん 実は何者入りで入ってきたって言ってるのはあれなんですけど、うん、あいつもプロレスを多分知らないん、うん、で、ね、本当に竹下のプロレスだけ見てだからあいつのコメントとかも嘘がないし、うん、プロレスにもやっぱ嘘がないというか、うん、なんかもしあの昔のプロレスラーがやってたからこういうことやろうみたいなのをやっぱプロレス見てるとあるんですけど上野それがないんですよね。うん って思うんですけど、うん、どう思います？いやそうそうだと思うよ。すごいだからなんか,なんか、うん、似てるなって最近。最近インディは、俺いつもおお前が出た俺が出るってそうなんですよね。よくなんか仲いいなあと思っら仲いいんじゃないんだよ。<laughs> 誰が仲いいんだよ。<laughs> <laughs> 子供みたいな年なのよ。本当にあの。<laughs> そうですよなんかお互いなんかね競い合ってる感じがするんですよ、うん、多分、ね、似たものどうしたからなんだろうなと思って<ー>彼はどう思ってか分かんないけど波長は、ね、<ー>同じような感じであこの子もそうなんだろうなっていう波長というかあ,<ー>あ,のあれが合うからなんか最近ねうそう思うんですよね面白いなと思う、はい、だから彼は彼であのままでいい、ね、あのよまま 上に行けばいいしなんかあのまあ聞いたら体重を年に2キロずつ上げていっますけど<あ> <laughs> もうもう <laughs> だけど俺昔だったら「お前アホか」って「もっと上げろ」って言うけどまあまあまあこの子にはこの子の考えがあるんだから <laughs> まあまあそれでいいんじゃないってだから今のままでじゃあ自分がどうやったら上にいくかっちゅうのもねやっぱりさ俺はそのプロレス知らなかったけど常にでもそれは考えるどうやったのよ。 でまあ、どうやったら上に行けるかじゃなくてどうやったら金持ちになれること考えたよ要は <laughs> いや金金をつかまないといけないでしょ常々言ってますねだからそのお金を持つためにはどうしたらいいかっていうのを上行くしか考えないでじ, <laughs> じゃあその上に行くためにはどうするのかっていうのを考えて <laughs> 上の子もそれでいいと思うね一番化けるかもわからね、うん、もうほ、ね、本当あなたもうちょっと身長があったらね <laughs> それもずっと馬場さんから言われてたんですよねお前もなあと5センチあればなっつって <laughs> 俺5センチだもう90いくつだからね <laughs> 9 3ンチとかだからねあの頃だったらまだ小さかったそうそう今だでもう今俺がでかいからね割とね,イトね秋山さんの馬場さんのまね好きで <laughs> だから僕らの知らないババさんを知ってるから子供に話すみたいなババさんをやるじゃないですか。結構物真似上手いです。うん、天龍さんとも上手いし。あんなことないですよ。僕はね、そこまで上手くないんですよ。そもそも普通に天龍さんみたいな方じゃって。いやそんなことないですよ。ついに終了です。なかなかとすみませんでした。いもうありがとうございました。 またぜひね、はい、あのー、来てください。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。では、またエクスプロイ。にゃー。